駒形けすぐりは、すぐりかすぐり属の落葉低木。樹高は1.5メートルになり、幹がまばらに分子する。枝の中央に髄ができ、古くなると枝は中空になる。若い枝には、難毛が治るし、樹皮は暗視褐色になる。葉は普通前年枝の先端や髪型の葉液から出る。葉平は長さ5から15センチメートルになり、難毛が生え、 木部に長い羽生毛が生える。葉芯は長さ、幅とも7から15センチメートルになり、人円形で手のひら状にご中列し、円は荒い重巨子になり、先端は尖る。裏面には黄色の先天がある。下記は5から7月。葉の展開と同時に長さ10から20センチメートルになる。創状過剰、前年枝の溶液から多数出し、垂れ下がる。 花は両性。額は5列し、直径1センチメートルになり、色ははじめ、黄緑色から赤紫色になり、5個の額編が花びらに見える。花弁は5個で、白色、額編より小さく長さは1.5から2ミリメートルになる。お寿司部は5個。花中は2列する。果実は、直径8ミリメートルの液化となり、7から8月に、石黒色に熟し食用となる。 日本固有種で、北海道、本州中部地方以北、四国に分布し、山地帯から河山帯にかけた、新葉樹林内の渓流像や林園などに生育する。和名の由来は、基礎駒畑で発見されたことによる。ありがとうございます。